みなさん、こんにちは。二人とミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は割と初心者の方に向けた動画かななんて思うんですけれども、このストラトキャスターについていろいろ喋ってみようかなと思います。題して、ストラトキャスターの説明書という感じでしょうか。まあ、その伝送系の説明だったりとか、ちょっと軽いメンテナンスの説明だったりとか、そういったことをさせていただこうかなと思います。ギターを買ったばっかりで、よくわかんなくて、で、ストラトキャスターを持っているけれども、この辺のスイッチとかもようわからんぜ、メンテナンスとかもようわからんぜという方は、まあ、この動画を見ていただければ結構いろいろ解決するかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければという感じでございます。とりあえず、まあ、順番に行きますと、よく質問いただくのがやっぱりこの辺ですよね。これは何だと。順番に行きますと、まずこれがボリュームノブというやつでございます。もう名前のとおり、これを時計回りに全開にすると、アンプから音が出ると。で、半時計回りに止まるまで回すと、ボリュームはゼロとなりまして、音は出ないという感じでございます。この早い段階で、そのボリュームをすぐに絞る癖をつけておいていただけるとすごく嬉しいです。弾くときはボリューム10で弾いてて、で、弾かなくなったらもうすぐに絞ると。一瞬であっても、2秒とかであってもすぐに絞る。こんな感じで。小指の側面を使うと、うまい具合に一発でこの10と0を管理する、コントロールすることができます。ちょっとこの辺も練習が必要かもしれませんけれども、早めにこの癖をつけておいてくださいませ。で、その次にちょっと難しいのが、このトーンとトーンですね。これ、すごい説明が難しいんですけれども、トーンとは何なのか。簡単に言うと、モコモコスイッチです。モコモコスイッチ。このトーンを0にすると、音がモコモコします。こんな感じ。全開にすると、ちょっとパリパリします。で、ゼロにすると、ちょっとモコモコします。これモコモコ。これパリパリ。モコモコ。こんな感じです。なんとなくわかります。わかりますでしょうか。まあ、いつ使うんだよという話になると思うんですけれども、最初は多分全然使わないと思います。もう普通にトーンは全開でいきましょう。両方とも10で。で、もしその、ね、ちょっとこの耳が痛いなとか、もうちょっとこうなんとかなんないかななんて思ってきたら、そのトーンを使って調整をしていくという感じでしょうか。必要を感じなかったらもう全部全開で大丈夫です。で、その次、このセレクターというやつですね。まあ、このピックアップというこのマイクが3つあって、どこで音を拾うかをこれでチョイスするわけなんですけれども、一番こっち側にすると、このリアというピックアップで音を拾うことになります。こっち側にすると、この2つは機能しません。ここだけ音を拾っています。で、もう1個こっち側に持ってくると、リアとセンターというピックアップ、この2つで音を取っていることになります。で、これを真ん中にすると、センターだけで音を取る。もう1個こっちに持ってくると、フロントとセンターの2つで音を取っている。で、一番こっちに持っていくと、フロントだけで音を取っている。という感じになります。まあ、音色の違いなんですけれども、音色の違いによってこのなんか、ね、セレクターを使い分けるんですけれども、基本的にリアにすると音がパリパリします。軽やかといいますか。で、こっちにするとモコモコします。こんな感じで。で、この音色の違いをそのどこで使ったらいいかとか、どこで使っちゃダメかっていうのは、実はそういう正解って特にないんですよ。とりあえず、こっち側にすると音が軽やかなんですけれども、悪く言えばすごい軽いって感じですよね。なので、そのなんかどっしりさせたいときにあんまり向かないし、かといってこっち側にすると音は太くてすごいなんか、ね、艶やかで、なんかふくよかな感じがするんですけれども、あんまりこうモコモコしすぎない方がいいときっていうのもやっぱりあったりとかして、そういうときはやっぱりこっち側の方が適するかなって感じですし、ちょっと皆さん の, そのギターで、ね、そのセレクターをいろいろこういじってみて、ああ、こんな音がこんな音がするのか、こんな音がするのかと確認をして、あ、この音いいなって。気に入ったものがあったら、それを使えば OK ということです。よくわかんねえってなったら、とりあえずリアでいきましょう。こっち側で OK です。で、こういじっていけば、毎日毎日いじったりとかすれば、ある日、ああ、こういう時にこれを使うとすげえいい感じだな、こういう時にこの音色を使うといい感じだなというのを発見することになりますので、それまではリア一択で大丈夫でございます。で、先ほどこのトーンの話をさせていただいたんですけれども、トーン2つあるじゃないですか。これがちょっとややこしいんですよ。
こっちのトーンはセンターに効くトーンでございます。で、こっちのトーンはフロントに効くトーンという感じです。なので、リアのトーンってないんですよ。だから、このセレクターを真ん中にしているときに、こっち側のトーンを調整すれば、まあ、もちろんモコモコになるんですけれども、こっちのトーンをいじっても全然関係ないです。こっちのトーンはフロントのトーンなので、センターをチョイスしているときにこれをいじっても全然変化はない。という感じです。ここだけちょっと要注意という感じですかね。うん、そんな感じでございます。とりあえず、伝送系は以上でしょうか。で、皆さん結構気になるのが、原稿とかの調整だと思うんですけれども、ダイソーとか100円ショップとかに行くと、あともしくはホームセンターとかに行くと、こういう六角レンチセットって売ってるんですよ。だからこういうのを1つ揃えておくと便利かなと思います。ミリサイズっていうのとインチサイズっていう2種類があるんですけれども、まあ、USA のギターだとインチサイズが使えて、使い手というかミリサイズが使えなくて、まあ、日本で作っているギターだとミリサイズが適するという感じでございます。まあ、そんな高いものでもないので、両方とも買ってもいいと思うんですけれども、まあ、そのどっかしらで見かけたら、ちょっとこういうのも用意してみてくださいませ。で、この六角レンチを使って、このサドルというパーツを上下することによって、まあ、その弦高というのは調整ができるという感じでございます。まあ、別にこれ回しすぎても壊れることないので、まあ、興味があったら、ちょっといろいろいじってみてほしいなと思うんですけれども、この芋ネジを回すことによって、その弦の上げ下げをして調整をしていくわけです。まあ、興味があったら、こういう六角レンチを買って、ちょっと調整をしてみてくださいませ。で、ここのプラスドライバーでオクターブ調整というものを、プラスネジか、プラスネジでそのオクターブ調整というものをしていきます。僕が前に挙げたオクターブ調整をしようという動画がありますので、もしオクターブ調整にその興味があれば、そういうのもやってみるといいかなという感じです。で、裏側。僕はこの蓋を外してしまっているので、中が丸見えですけれども、別にこれ意味はないです。別に蓋を外しても外さなくてもどっちでもいいです。好みです。で、このネジを染み込むことで、そのスプリングが強くなっていって、その弦を引っ張る力が強くなるので、まあ、よく言えばその共鳴をするようになって、すごいいい音が出るようになるんですけれども、単純に硬くなります。強く引っ張っているわけですからね。で、逆にそのネジをこっち側に出すと、スプリングの張力が弱くなって、弦の張力も弱くなって、まあ、弾きやすくはなるんですけれども、まあ、結構そのテンションが緩くてベロベロな感触になります。結構この辺も自分で調整できるっちゃ調整できるので、まあ、興味があったらいろいろこうネジを調整してみてもいいかなという感じでしょうか。まあ、くれぐれもその緩めすぎて、なんかネジ穴がバカになっちゃうとか、そういうのは避けていただきたいんですけれども、まあ、そんな難しいことではないです。まあ、そんな感じでしょうか、軽く話せることとしたら。一応、ネックとかの調整に関しては、ここのボルトを外して、そのネックをスパンと取って、そのロッドを回すことになるんですけれども、ネックを取ると戻すのが結構大変なので、あんまりお勧めしません。元通りにならないことがすごく多いので、ネック調整をしたいなと思ったら、最初は素直にお店さんに任せたほうが良いかなと思います。うん、そんなところかな。とりあえず、まあ、僕はこの動画の中で、この伝送系の説明をしたかったので、僕の中ではクリアなんですが、どうでしょうか。もしこういうことも教えてほしい、ああいうところも教えてほしい、この辺も疑問だ、あの辺も疑問だとか、まあ、もしありましたら、コメントの方に書いていただければ、まあ、いつか反映させていただきますので、そういったコメントを残してみてくださいませ。それではそんな感じでしょうか。初心者向けの方、初心者の方向けの内容でしたけれども、ストラトキャスターの説明書という動画でございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。ちなみに、まあ、これは基本的なセッティングという感じですね。その中古ギターとか買ったりとか、もしくはその自分で改造したりとかすると、その伝送系はやっぱり違うキャラクターにすることもできますので、その辺はまた面白いところです。例えば、僕のこのギター、なんでか知らないんですけれども、僕のこのギターは何でか知らないんですけれども、ここが、例えばこの僕のギター、普通にこのボリュームとトーンとトーンかと思いきや、実はここがその、フロントのボリュームになっているんですよ。なぜか。
なので、フロント…例えばこの僕のギター、ボリューム、トーン、トーンかと思いきや、なぜか知らないですけれども、ここがセンターのボリュームになっているんです。なので、センターをチョイスしているときに、これを絞ると、まあ、音が消えると。なので、レスポール系のスイッチング奏法みたいなのができるようになっているんですよね。まあ、弾く、音出る、出ない、出る、出ない、出る、こんな感じで。こんなようなセッティングもできるような感じでございます。まあ、興味がありましたら、こういうのもちょっとやってみてくださいませ。まあ、あんまりね、トーン自体そんなに使わないですからね。なんかこういう遊び心があっても面白いんじゃないかなという感じです。興味があったらチャレンジしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。